ラ・フランス日本の洋梨の品種ごとの栽培面積ラ・フランスはフランス原産の西洋梨の品種の一つである。不正円の果実で、下皮部には反転がある。樹上では完熟せず、モイダ直後は甘みにかけゴリゴリした食感であるが、追熟により、とろりとした食感の甘さ、方向が出て、食べ頃となる。1864年に、 フランスのクロード・ブランシェが発見した品種である。日本へは1903年に、農商務省農事試験場園芸試験地へ、食用としてではなく、受粉用として導入された。日本では盛んに栽培されているが、本国、フランスなど、ヨーロッパ各国では、気候が合わなかったために生産量は少ない。ラ・フランスは、日本独自の呼び名で、 本国フランスでの品種名は発見者の名を取り、クロード・ブランチェットとなっている。収穫後に、常温で10日から2週間程度追熟されることで、初めて生殖に適すものになる。追熟の間、果実に含まれるデンプンが分解されて、花糖、初糖、ブドウ糖などの糖となることで、甘みが増し、ペクチンのゲル化により、舌触りの滑らかさが増す。 一段と方向が強くなり、赤ん坊の方くらいの柔らかさになった時が食べ頃で、ある。冷蔵庫などで冷却することにより、追熟を中断することもできるが、一旦食べ頃を迎えると一気に熟成が進む。なっている時に枝に近い部分が褐色を帯び柔らかくなってから、追日程度が完熟の目安である。タルトやジュース、ジャムの原料にも使われている。 日本における主な産地は山形県、長野県で10月上旬から中旬頃収穫され11月上旬から中旬にかけて食べ頃となる。山梨県藤川町では珍しいラフランス狩り観光農園がある。収穫時期は9月下旬以降と主産地より早い。山形県では缶詰用品種バートレットの受粉用に使われていた。 ラフランスを生食用への需要をシフトに合わせて1980年代から生産や品質管理に力を入れるようになった。収穫後に冷蔵庫で2から5度に冷やして7日以上保管することで実の呼吸を一度抑え、さらに常温で7日程度保管してでんぷんを等に変えて食味を良くする。年ごとの食べ頃に合わせて販売開始基準比を設定している。 ありがとうございます。